それでは今日は君津駅からスタートです。この後ちょっとコンビニで買い出ししていこうと思うんで、放送は買い出し後からスタートします。イエロードリンゴ、中の人が書いてあるのすごいな。なんかアーガス観光、アーガスと言ったら私の頭の中だとシューティングゲームですね。菜の花交通、これは南房総って感じがするな。あそこにセブンがあるから、じゃああれあそこで買い出ししてから放送枠取ります。歩車分離式か、こんなところで。これ後ろのバッグの中の音が聞こえてたらあれなんですけど、今日は自炊道具持ってきてます。お湯沸かすだけですけどね。あのバーナーと、これなんて言うんだっけ、コヘルだっけ、あの湯沸かす小さな鍋みたいなやつが必ずカタカタなります。買い物してきました。ズームカメラがずれる。充電ができた。
れやすい。こうして、あ、そうそう、トイレ借りてきたね。だいぶ時間経ってしまいました。放送してなくて、その見てる人も渡してないからゆっくりしてしまった。よいしょ、うん、では枠取り、なんか良くない音がするな。これでいいかな。よし、止まりです。あれ、また一本枠だとおかしいな、表示が。おはようございます。そして、止まりません、おはようございます。おはようございます。おはようございます。カモメン、カモさん、皆さん、おはようございます。ギャロボさん、よし、おはようございます。カモさん、おはようございます。皆さん、おはようございます。また表示がおかしいな。おはようございます。おはようございます。ロボちゃん、いた。これオートフォーカスは今聞いてないですよね。なんか画面が少しぼやけて見えるけど大丈夫かな。うん、 OK。 今君津駅から出てきたところです。で、買い出しはもう済ませました。学生さんの人いらっしゃいませ。うん、セブンの横ですね。田中理恵、誰だっけ。じゃあ、今日の予定は予定ルートをまずご覧ください。うん、セブンです。さて、じゃあ行こうかな。今日はですね、あ、おはようございます。みな、スクロ、南房総ってほどでは、ほど南じゃないかな。眩しい。あ、眩しい。色おかしいですかね。クリスマス、明日林道走る。明日も林道走る。昨日雨が走ってないんで大丈夫です。今私は駅からこれで出てきたから、もうちょい南に向かうか。うん、なんか今日晴れの予報だったんですけど、曇ってて寒いです。晴れろよ、早く。じゃあ出発。ハドノさん、ハドノさんって書いてる人もしかして毎回一緒ですか。ハドノさんファンですか、もしかして。空が明るいです。あ、空が、そうですね、曇ってると空が白くて全般的に光ってるから、明暗差のバランスがうまくいかないんですよね。サンタさん、これちょっと左に行って、この辺の道は新しいですね。あ、おはようございます。で、今日私はの目的は寒いですよね。今日の目的はカズサになるんでしたっけ。カズサ牛久とか、カズサって上層って書きますね。で、年賀状書いてない。
うん、巣ごもり。で、自宅から2時間何分だっけ、3時間ないぐらいですね。途中ではずいぶん寝てきました、列車の中で。おはようございます。あ、おはようございます。で、林道はですね、電波ないんですよ。メインの目的の林道は電波ないです。秦野さんって誰ですか？秦野さんっていうのは何度か嫁いただいてる知り合いの人です。今日寒いっすよ。早く走って温まらないと。沖縄は一周ですか？沖縄は島に行くつもりなんで、本島一周は多分しないと思います。4日間プラスアルファぐらいあるけど、久米島っていうところとか行きたいなと思って。朝ごはん好きや。唐揚げですか？冷えるじゃないですか。メインの林道、そうですね。編集が終わるのは、本部初見の方いらっしゃいますよ。今朝は5時の列車に乗ってくるつもりだったけど、また意味もなく夜更かしして戦車ゲームとかして、3時間も寝てなかったんで起きられませんでした。でも30分遅れで起きた。で、最寄り駅の中山駅を5時31分の列車に乗ってきました。おはようございます。指切りまだちょっと寒いな。戦車ゲームワールドオブタンクス、最近ようやく生き残り率が1、2割ぐらいにはいったかな。3割はまだいってないよな。宿取りました。今日は普段結構あります。音、あ、すみません、いらっしゃいませ。手冷たいんですよ。何を当てた戦車ゲーム？荒主？ダメだ、全然聞き取れなかった。ファッションチェックって書いてる人も毎回いますね。あなたも毎回一緒の人でしょう。ファッションチェッカーですね。輪ゴム？39歳だと、3年前か。放送始めた頃の私ですね。この通りでいいかな。OK。で、今日はなんと自炊道具を持ってきてます。きっと寒いだろうから温まりたいので、きっと寒いだろうから温まりたいと思ってか。日本語おかしい。この辺の道路はそうですね。ファッションリーダーだったんだ。あ、犬が。柴犬だ。柴犬が窓から顔出してる。そして糸トームみたいに細い犬が。あ、おはようございます。いや、毎週撮るなよ。撮るなよ、迷惑だな。ケーキ、クリスマスケーキですね。クリスマスケーキの時期ですね。そっか、今忙しいだろうな。というか、もう忙しいのはピーク過ぎた頃かな。房総半島は今日は列車で来ました。君津までずっと東京湾沿いに。糸とも並み細い。ちょっとグローブ、足先、私は割と大丈夫でもないけど何もしてないですね。そう、昼寝が日が照ってないと昼寝のことはとてもできないですね。糸とんぶみたいな毛がないやつです。ああいうのはなんていうんですかね。お、あれ川尾かな。なんか川の真ん中でじっとしてる。放送言い古されすぎ。3連休だけど昨日雨だったんで。クリスマスの予定は、私は昨日戦車ゲームやってまして、あと動画の編集というか準備みたいなもんですねをしてました。YouTube にアップする動画に重ねるためのなんていうのかな、地図画面とコメント欄の再生とデスクトップ録画をしてました。今日は房総半島ですね。今朝がけに左上から右下に向かって切り捨てる感じです。切り捨ててやる感じです。新しい GoPro どうでしたか？新しい GoPro ですね。少なくとも晴れの日は
晴れの日のあの明暗さんに弱いとことかは前と同じ感じがしますね。解像度が上がってる感じはよくわからなかった。思ったほどなんか劇的にもう並べて比べるははっきりわかるんでしょうけどね。GoPro の3だけで撮ったやつを見て感動するかっていうとよくわかんない。まあ小さくなったり、あと iPhone から画面確認できるようになったりっていうメリットあるんですけどね。ラーメン、今日はちゃんぽん麺買ってきました。技、あれはですね、JavaScript です。あのブラウザインターネットエクスプローラーで5倍速で再生しているのを録画して重ねてます。でそのスクリプトがですね、改めて見るとやっぱ汚いな、コードが。なんか if 文で分岐させまくってるんで、やっぱり見せるのあれ恥ずかしいな。でそれをですね、手書き部分っていうのかな、あの GPS ログとコメントログを特殊な形で取り出して、その HTML の中に直に書き込んで、であとオペラブラウザ、私開発ほとんどできないんですよね。水たまり、どれだけついてないです。本設計全然行き当たりばったりでどんどん書いていってるんで、一旦もう作ってしまうとそれ以降メンテとか全然せずにまた作り直す感じですね。えらい効率の悪い開発してる。そう、あれ汎用化して誰でも使えるようになれば結構使ってもらえるかなとは思うんですけど、 if あたりからか、 if 文からか。あ、昨日そう、使用書も何もない。昨日降ったから濁ってますね。オープンソース、ただ公開したって解析する気も起きないだろうからな。普通の人、そうか、ヒートテックは今日は来てないですね。今日はどちらかというと、パールイズミとサイクルベース朝日のジャージかな。そう、ハトムル、あ、おはようございます。ボソ、何皮、皮ロボファッション、チェーンはあれなんだっけ、和光だったかな。確か和光のやつ、あのスプレー缶使ってたと思います。挙動が段差レベルが高い。挙動が段差レベル、段差レベル、ダメだ、分かってない。メンテルーブ、チェーンオイルとメンテルーブと同じようなもんですかね。ルーブはルブリカントですよね。潤滑油って意味だったっけ。チェーンは今はそうでもない。挙動、おう、あー晴れてきてるかな。でこの道かな、予定ルートは。メンテルーブは汎用的なやつですかね。ああ、魚の道、あれか、魚道でしたっけ、あれのことか。なるほど。チェーン吹いたり、一応しますね。お、カントリーロード、ノード。おう、ペペローションなんかエロいやつでしたよね。エロいやつということしか認識が来るかな。何のためのローションか分かってないけど。これはかぼちゃとみかんかですね。あれ向こうの柿じゃなくてみかんですよね。新しいな、結構かぼちゃとみかん、みかんの造形、もうちょっと表面あのみかんっぽくデコボコのサイズ大きくしなきゃダメだな。このツルツルだとあの柿に見える、柿、これ多分椅子なんでしょうね。ゴーヤか、トゲトゲしてそう。あ、みかんの木生えてる、生えてるとは言わんな。暴走半島で暴走の人多くないですか、さっきから。電車、これだと晴れますかね、途中から。特産地でしたっけ、あんまりそういう認識はないな。大きさ、あ、かぼちゃとみかんがってことか。そうですね。ってことは巨大なみかんなのか極小のかぼちゃなのか。かぼちゃ小さいのありますよね、観賞用のもあるし。
コーヒーは、あ、コーヒーも買ってくればよかったな。さっきセブンでちゃんぽん麺と、あのちゃんぽんの乾麺と、あと100円もやし野菜とウインナー買ってきたんで、野菜が100円でしたけど意外と量があって、今日明日で消費できるかどうか分かんないから迷ったんですけどね。親父30代以上で8割だったか9割だったか占めてますからね。米あると思いますね。 NG するぞ。 NG というか、あの走るの肝心の暴走が出てきた時点でコメントを無効化できる。ヤシ野菜って何ですか。いや、ヤシ野菜、あの100円の、100円のなんか炒め、野菜炒め用の野菜です。フライパン持ってくればよかったな。鍋しかないんで。ん？自転車なんて、なんてなんて。ん？あ、いらっしゃいませ。この辺りからちょっと向こうに行っとくか。ダジャレではない、単なる事実を述べてるだけということですね。なんか独立、偉くポツンとしたファミマがありますね。ん？何するの？砂利？自転車のサイズは若干大きめです。フレームが、今日のゴールは鴨川っていう、あのシーワールドで有名な鴨川のちょっと南にある太海っていう、太い海って書く太海ってとこです。で、今日泊まる宿は1年ちょい前にあのこの辺りに走りに来た時に放送で、あのライダーハウス予定地、あれ実はまた場所変わったらしいんですけど、パパさんちっていう名前のライダーハウス予定地の改装中の廃屋に泊まったことあるんですよ。で、その時にあの確かオーナーさんに教えてもらって、あの入りに行った日帰りのお風呂があるんですけどね、民宿のお風呂だけこあの開放してるところがあって、あそこ確か200円だったかな、300円か。そこのことを思い出して、そこでですね、あのその宿の宿主さんからコーヒー出してもらって、自転車のこととかいっぱい話した覚えがあったんで、じゃあ今回そこ泊まろうと思って昨日電話しました。で、電話したら、あのすいません、明日一人泊まれますかって言ったら、あ、大丈夫ですよって言われて、で、名前はって言われて、吉川って答えて、じゃあお待ちしてますからって、 あと、ご飯はって言われて、朝晩お願いしますって言って、そんだけなんですよ。私の、あの名字とあのご飯の有無だけを聞いて、電話番号も確認されてないし、何も確認されてないんですよ。結構なんかあの沖縄とかのイメージがあるな。すんげえ適当な感じで良かったです。ライダーハウス、そうなんですよ。連絡こっちからします。そう、普通宿だったらもうちょっとあの連絡先確認するとかして、あの無断キャンセル警戒するもんなんですけどね、それが全然あの泊まる人を信用しきってるのか、ご飯まで頼んでるのに、これで私が行かなかったらご飯用意した分損するわけなんですよ。あのユースホステルとかだと結構その、あの特に海外のお客さんとかで無断キャンセルする人もいるらしくて、まあ海外だからってことはないんだろうけど、なのであの食事提供をやめたところもかなり多いんですよ。とかいう状況を考えると、あのそう、あ、そうそう、おおらかって言い方がいいですね。そんな感じ。会社の名前、嘘。千葉の携帯、あ、それあるかもしれないですね。私は嫌よってないので、あの携帯の連絡、電話は、お、向こうであのお父さんが娘さんを肩に担いで、肩の上で位置修正してたな、トントントンって。ここだって、ああ、ですかね。あ、そう、あとコンビニに言うと駐車場が広いって言われますからね。ピーナッツ解析、ピーナッツ解析はあるかもしれないけど、ピーナッツ定食は想像できないな。外人ばかりっていうのはなんだっけ。
あとユースホステル昔あったのもなくなってますね、鴨川あたりの。あの鴨川ワットハウスっていう食事で有名なユースホステルがあったんですけどね、そこもやめちゃいました。あそこは私は泊まることはできたけど夕食はありつけなかったな。田舎のコンビニの駐車場ってサッカーできるね。ドリームゴルフ、サッカー、サッカーか。道の駅でなんかサッカーかなんかの練習してるの見たことあるな。うん。海はまだ近い方かな。海からまだ数キロですよね。房総半島でね。どこも、ああいやこの辺り別に錆びてたというわけでは。よっ。ヘリポート、そうですね、見たことないな、それは。高校。歌詞？歌詞が近いとは。っていうか、コメントがなんかまだ密度高いな。電波はいいせいか。すいません、コメントちょっと今追いついてないです。あんまり本気で、まあ、ある程度本気で聞いてるんですけど、あの、コメントに、集中してると注意力落ちるからという言い訳で。あ、今日はですね、なんか猿生息地を通るみたいです。高子さんの猿生息地だったかな。なんか地図に、あ、すみません、地図に猿生息地って書いてある場所がありました。鴨川ですか、これハングぐらいだか。あー、日がまだ照らないな。林道はどうかな、10キロぐらい来たら林道に入るんじゃないかな。ん、何を戸建て。ああ、確かに集合住宅はあんまないですね。ん、鴨川に何のハンドル、ちょっとフラットハンドル見えましたかね。イルカですか。そう、実はあれは嘘だ。ん？右耳。あの、右耳だと、あの、車が来る方だから、うん、シーワールドで有名ですね。サンガバーガーって、あの、サンガって、アジのやつでしたっけ、サンガ。ん？ベル。あ、今、周りが誰もいなければ、鳴らしても、いい音だ。毎回これ、あの、マクベのモノマネのつもりで言ってるんだけど、マクベがどういう言い方してるか覚えてないんだよな。そう、真鍮製。いい音色ですよね。ガーミン、これ、2万台ぐらいで買えます。英語版。イートレックス30。だと、その言い方思い出せないというか、もしかして見てないのかな。マクベの回、少し、おはようございます。あ、そうそう、なめろうか、なめろうだ、そうそう、なめろう食ったことあるんですよ。あれ、焼いたらサンガなんでしたっけ。サンガ焼きとか言うんでしたっけ。で、今は君津市のどこか。今年か、私は年末になって年を総括したり、新年に向けて思いを新たにとか全然したことないからな。ロード。この先かな。なめろう薬。アジですね、なめろう。やっぱり焼いたらサンガなんですか。あ、管理は、あの、玄関横に置いてます。マオチャリとクロスバイクの2人組だ。クロスバイクの人はヘルメットしてますね。ってことは、多分通勤とか通学で使ってる自転車を、で、サイクリングって感じかな、あれだと。いい感じだ。で、きっとあの人たちも、あの、
今日曇ってて寒いなとか言ってますよ、きっと。寒いですね。あ、いらっしゃいませ。終わったのか、紅生姜の、あ、そうだ、あと今日ですね、最近タイムシフト見てたら、あの、私の放送の音量が小さかったんで、少しだけ音量上げてます。それでもまだ他の放送に比べたら小さいですかね、音量は。現在地は交差点名どこ書いてあるはず、書いてね。パパさんち、そうそう、あの、詳細の場所は言わないようにって言われてましたね。うん、あ、今なんて、うん、今日泊まりです。音声大丈夫ですかね。うん、今ここは一応放送説明、何何分かかる修理、何修理だ、パンク修理だったらですね、最速で5分ぐらいの記録はあるけど、まあ10分ぐらいですかね。年末年始は沖縄に行きます。27日から沖縄に行って、離島に行きたいんですけど、調べてみたら離島って本気で遠いですね。あれ、久米島まで確か片道 2,3 千円かかるんですよね、フェリーで。時間も 2,3 時間かかるのかな。なので、久米島ってとこ行ってみたいんだけど、かなりコストかけなきゃいけないですね。ありゃ2泊3日程度じゃ行けないとこなんで、あの、沖縄全体としてですね。うん、沖縄からではありません。五島巡り、五島、島が5つあるんですかね。あ、尖閣って言ったかな、今。また政治ネタか。政治ネタ嫌いだ。嫌いだっていうか、あの、自分が分かんないんで、議論もできなくて、あの、うかつなこと言うと大変なことになるから避けてます。いいよっと。うかつなこと言ったらもう、大変ですからね。うん、アクアライン。久米島は、いや、何があるか全然知らないです。サタンダギはあれ、揚げたてうまいですね。揚げたてじゃないと普通のおかしな感じになるけど、沖縄暖かいと思いますよ。ん、判断、あの、日夜感じて。北海道か。政治と宗教ですね。スパイクタイヤ、私は寒いのどちらかというと苦手ですけどね。冷めても、コメント数が今日はまだっていうか多いですね。うん、沖縄でも自転車です。私はもう自転車旅行だけが趣味なんで。ん、台湾、タイ、なスパイク。私はもうなんか趣味これしかなくて、それより前は自転車の1個前何が出たっけな。ん、ここまで、あ、輪行です、機密まで。そば、うん、飛行機乗せられます。ただ最近は追加料金がいりますね、飛行機。次に、お、あ、タイランドのタイのことか。あ、そうか。そうそう。うん、コミュニーズナンバーとか、そういう立場っていうのかな。なんかランク付けされるのも嫌いなんですよね。いや、嫌いって言い方はちょっと強すぎるな。あ、あんまり、あの、あれなんですよ。なので、あれなのでよろしくお願いします。なんか、あの、派閥とかでき始めると嫌なんで。お好みじゃない感じかな。今日泊まるのは太見っていうところです。つまりあれでよろしくお願いします。月500円か。500円払ってくれる人が何人集まったら私は趣味だけで生きていけるかな。今月収100万とすると、100万を500円で割って、2000人か。500円払ってくれる人が2000人集まればいいってことですか。格付け大の苦手でございます。天然の嵐、マジですか。あれあれ、
義務化そうなんですよね。今義務じゃないから楽しくやってられるけど。読売講談ウルトラクイズの予定は今のところありません。今はですね、林道に向かってます。一つ目が加納山林道、鹿山と鹿の山と書いて、あれ加納山で本当に良かったっけ、マザー牧場のところ。お金取ると、ああなるほど。お、ロボさんの年収は800万か。100万円、2000人で500円で本当に100万いくんだっけ。2000人500円で、うん、やっぱりあの月500円払ってくれる人が2000人集まったら月収100万いきますね。いや月収にはならんか。北朝鮮のゲームやってみてないです。朝鮮ネタもな、朝鮮半島方面ネタも、もうそれ叩くのが楽しいからやってる人がいるのが見ててムカつく。私はなんか最近結構あのムカついてることが多い感じがするな。この間もなんか選挙行ってる行ってないの話で、その選挙行ってない人をバカにするのが楽しいんだろお前らみたいな切れ方してましたからね。なんか精神的に最近よろしくないんじゃないかな。なんかニコニコニュースに出てたんですよ、北のゲーム。ああ、ニュースに25万円か。1回の放送で25万円稼げたら大変普通か。ゆっくりくなりますね。選挙行ったかどうかは私は公開しないことにした。そう、選挙行ってる行ってない人を判断する人に何だ、意趣返しっていうのかな、こういうのは。誤った判断をもとに勝手に人判断してるがいいさと思って、誤った根拠をもとに。でもそれも何も生み出さない、何も生み出さないですね、そんなこと言ってても。あ、そうか、もう枠は終わりますかね。じゃあ次役取ります。こんにちは。お、いらっしゃいませ。白っぽいですね。白っぽい、うん。ひょいずみぎ、あ、お疲れ様です。そんな理由もない国なんですよ。予約しないで、うん、予約せずにやってます。今日はあの電波どこで切れるかわかんないんで。あれ、あれまだ終わってないですか。電波の駅ロボさんが切れます。ロスタイムか。タイムラグあったわけでもないのに。ロスなのかラグか。お疲れ様です。てか映像は止まってて、配信が終了。あ、今終了した。さて枠取るか。でもこれ一枠延長のためだけに100円ぐらい払っても、いやでもちょっともったいないな。あと予約でやる放送は30分単位でしか、その各自の0分か30分にしか開始できないので、制約多くて苦手なんですよね。苦手と言いながら毎回使ってたな。再利用で、あー電波いいな。
まだ林道入り口まであと3分の1ぐらいあるな。ということはこの枠内か。V、聞いたか。聞いた。また来た。それで選択で、ああ、貼り付け。ああ、やっぱり指出しじゃないと。指出しじゃないと操作しづらい。9時に見てましたか。いいよ。さあ来い。おはようございます。あ、おはようございます。これで OK ですよね。ですよね。ワコさん来た。うん、ワクオツちゃんですよ。お、いらっしゃいませ。ワコツです。さて、さっきの枠で走った距離は林道入り口まで3分の2ぐらいでした。だからこの枠内で多分枠半分ぐらいで、マジで見てましたか。君津駅でトイレの影、あのトイレの影でじゃないや、最初組み立ては、あ、日が出てきた、日が陰った。ラインはやってないです。ラインは仕組みよく知らない。スカイプみたいなもんですかね。で、今朝君津駅で、バス乗り場のちょっと横のあたりで自転車組み立てて、でその後トイレの陰で放送機材の設定やってました。マザー牧場はそうですね、昼飯食うにはって、あそこご飯食べるにも中入場料払わなきゃいけないですよね。寒さは走ってると少し和らいできました。マザー牧場の近く通るんですよ今日は。昼ご飯は店が途中多分ないと思うんで、で自炊道具持ってきました。一時停止、まあ特にそんな展開はないと思いますよ。なだらかな。今日の勾配どのぐらいだったかな。林道だけどあんまりきつくないかな。房総の林道どちらかっていうと素掘りのトンネルがメインディッシュですね。メインディッシュ。曇り、でもやっぱ日が照らないと寒いですね。何キロ走る予定？今日は5、60キロぐらいかな。クリスマスの予定というか、クリスマスの予定というものがなきゃいけないっていう考え方がわからぬ。私は明日は、私のクリスマスの予定は、ちくら林道と小松林道じゃなくて、ちくら林道と旗林道かな、の予定です。正確に言うとクリスマスの予定じゃないな。クリスマスイブの予定だな、それだと。クリスマスはジャグジーバスにシャンパンを入れて、両方に金髪でいかなく。首輪がついてない。おお、でっかいでっかい。今のは野犬かな。どうですかね、今の野犬かな。野良犬かな、あれ。首輪つけてないってことは多分そうですよね。なんか普通に歩いてますよ。高野山のあたりがああいう感じの野良犬があちこちいるんですよね。あと筑波山の方でも野良犬見たことあるかな。いや、んだったかな、あれ野良犬だったかな。今晩の宿はお決まりですか。うん、今晩の宿は太見の小原荘っていうところ、ひらがなの小原、サンタクロースのエロ画像、嫌なもの頭で想像してしまった。ん、戻ってきた。そう、小原荘さんです。去年ライダーハウスに、近くのライダーハウスに泊まった時にお風呂入りに行って、でなんかコーヒー出してもらったり、いろいろ話をしたりして、えらい感じの良かったとこです。一泊二食6500円。砂地、砂でしたっけこの辺り。
地層があちこちありますよね。地層の露出が。一泊二食で6500円です。素泊まりだと3000円。で、私は夕食お願いしました。朝ごはんも。しかし自分は腰痛持ちです。落ち車は言うと腰を痛めます。落車。落車は滅多にないですね。私はこの間立ちこけ一回したけど、落車するようなシビアな乗り方してないな。2食、まあ普通ぐらいですかね。1泊2食6500円だったら、まあ普通ぐらいかな。場所によっちゃ5500円の相場のとこもありますけどね。気をつけて。初日の出、多分寝てます。実家で寝てると思います。今バス停の名前山高原って書いてあった。あれ上のやつは、あ、有料道路か。うん、実家九州の福岡県です。 GoPro3 は録画中です。ただこの間後半がなんか止まってたんですよね。 GoPro3 ハングしたみたいな形で。小湊鉄道は毎年帰ってるの？うん、あ、毎年帰ってます。小湊鉄道はあれ、この間あのムーミンやってたのはあれはいすみ鉄道の方だったっけ。電車乗り、まあ暑いのも寒いのもきついですけどね。私は暑い方までいいかな。寒いとすぐ体調崩す。不気味ですね。不気味、あれはなんだ、モズじゃなくてなんだろう。ロボさんのクリスマスケーキって餅入りなんですか？うん、餅、餅いいですね。そういや、セブンで今日なんかお餅スープっていうカップスープ売ってた。今日はそうですね、そんなにもう放送続く前に林道に入って電波切れてしまうと思うんで、今日は一般枠でやってます。あ、マザー牧場の表示が出てきた。毎日遅くまでゲームして眠くないんですか？眠いです。あ、そのなかなかなんか山配信もうちょっとうまいですか、あれ。何ベースのスープなんだろうな。寒いですか？寒さはもうそろそろ体が温まってきたんで大丈夫です。ただしばらくじっとしてるとまた寒くなると思います。マザー牧場は次の信号左折5キロ。もち入り、あ、どん兵衛も、へえ。それは食べてみたいな。インナーはユニクロじゃなくて花水は今のところまだ。インナーはパール泉のなんだっけ、化学繊維のなんかいろんなブランドありますよね。なんとかロンって名前がつくやつが、あの手のやつです。ランダムオンライン、戦場の絆的なものではないんですかね。判定はウニクロ。あと男でパンテーとは言わないですよね。あとパンテーって言うとパンターっぽいな。盛り上がってました。モフルマスインガですか。あれもしばらく使ってないな。一人がコミュニティに参加しました。ドンキのオンインナーで十分暖かい。ホーンインナー、この間もなんかユニクロのフリースが、フリースの話題ばっかりになってましたね。そう、5号戦車、V 号戦車。あれ、V とは言わないのか、数字だから。で、もうそろそろ、
林道の方に入っていきます。まだ林道じゃないか。もうそう、荷物は今日はどんぐらいかな、7、8キロもないかな。T3485 ですね。寒いと、そうですね、確かにトイレは近くなる。三島、あれ、あれ沼でしたっけ、池でしたっけ、放送延期。千葉って千葉だな、いかにも千葉って千葉だ。この先はまだ県道か。あ、そうそう、前房総スカイライン走ったことある、自転車で。いかにも道って道だ。今のちょっとした上りで息切れてるな。大丈夫か今日。まあ距離はそんなにないんで。だって下からな。さあ、酸素。犬吠埼は遠いですね。こっから犬吠埼までって100キロないかな。50キロぐらいかもしれない。ですか。登り始めた。そろそろ電波も悪くなってくると思います。母がいつもより疲れてる感じだな。今日は寝不足のせいかな。ホーン、体力、カメラはヘルメットの上です。ヘルメットの額の上あたり。私が見てるのをそのままお見せしております。あれ、あ、よかった、これじゃない。林道は誰もいないことかな、これかと思ってびっくりした今。長久、タバコは吸ってないですね。これも林道ですけど、今日の予定ルートじゃないです。よかった、これはさすがに入れない。鬼涙山、あれ涙って言うんでしたっけ、あの三髄に目って書いて、あと林道っていう字のなんかフォントが面白いな。皆さんこの字だったら読めますよね、このサイズだったら。鬼の目にも涙の涙か、鬼涙山、キルイさん、キルイさん、よし、どうしますか。いや、これじゃないです、大丈夫大丈夫。お、バカ先輩、いつ今いました、そんなコメント聞こえなかったけど。突破しますか。突破しません。エッジ馬券なの。エッジ馬券、馬券って、あ、これは人住んでないのかな、もう。あ、住んでないっぽいな。エッジ馬券、千葉の犬系だ。なんだあれ。なんか、あ、飛んでった。今5、6羽ぐらい、あの同じ種類の野鳥が道を横切るというか歩いてたんで、 GoPro だと今のは分かるぐらいに映ったかな。白飛び、あ、白飛び、そんな白いですか。有馬記念は今回行かないです。そんな白いですか。じゃあちょっと、あ、ナッツさんおはようございます。見直すか。前回放送したのは、今回、さすがに電波やばいか。あなたのことは大嫌いだ。
あれ前、前回放送したのはどこだっけ。ちょっとまずウェブカメラの色設定から確認。デフォルト設定、あ、本当だ。あれ前回の放送どこでやったっけ。夜はそうか、あれだ、解像度としてもあんまりなんか効果ないんですよね、こういうの。前回はあれだ、入山峠からの帰りの時にやったから、暗くなってから放送したから明るくしてたんだった。ここまでずっとなんか白っぽい放送してしまったな。この先電波ないですよ。電波、ああ、もうそのあたりか。ないのか。仕方ない。コメントは来てるから つながっているんですよね。そんな嫌われてるとは思いませんでした。ショックです。まだ林道じゃないけどな。あ、この横に書いてあるやつはマザー牧場かな。なんか牛とか書いてあるような。ああ、電波なくなったな。電波くんさようなら。もう弱いみたいですね。白飛び治ったね。あ、治った。少しは行ってるのか。OK はだいぶ 1,2 分ラグありますね、多分。数ヶ月ぐらいになっちゃいますけどね。今は大谷峠の会はちょっと飛ばして、南三陸町とか一ノ関持田とかに行ったところの編集を開始しようとしているところです。で、 YouTube の方にだけ聞こえるように言っても意味ないか。今日は電波ないとこかなり多いです。はい、終了。どこも？どこもでございます。フォーマ、ちょっと通常配信に切り替えておこう。あ、1時間に1本ぐらいあるな、ここのバス。それからが実は1時間刻みじゃなくて途中飛んでる時間があるのか。じゃあ一旦 FM エリー止めて、配信開始と。残り10分ぐらいかな。あ、あ、あ、あれ。あ、あ、あ。
音量ちょっと小さい。あ、こんなんかな。お、上りが少し出始めた。ドコモのエリアマップ見ると 1.5 キロメートルほど電波内ですね。1.5キロ。マザー牧場に着くまでダメか。今通常配信に切り替えました。この階段は多分登山馬登り西口って書いてあります。で、登りで暑くなってきたから指出しグローブしよう。それ国道階段ですか？国道階段ではないと思います。この間国道階段ってあれですよね、タッピ崎のところ、あそこの階段国道過酷でした。ああ、猿、あくびしました。猿はなんかあえてもそんな嬉しいわけでもないかな。あの結構山で会う動物の中で一番多いから。次に鹿が多くてレアキャラとしてはテンとか、あと私まだカモスカ見たことない。解像度下がって、FMLE じゃない昔ながらの、これ何エンコードっていうんですかね。ショックですロボさん。ショックですか。あ、さっきの好きか嫌いかの話か。あの自分のことを好きかどうかと人に聞くような人は多分苦手だと思う、私は。そう、聞くという事実自体が。グローブ変えただけで結構、気分が変わる。途中どこかでショートカットして登るんですが、まだ先だな。あ、まだエリア内なのか。頑張らないで。そう、頑張らずに行きます。山梨ナンバーでワイナリーの名前が書いてあるってことは本当にワイナリーの男の人なのかな。意外と道いいな。どこのエリア、どうやって、もしかして今ここの今サイトにドコモエリアを表示する機能があるのか。自転車こいでるとあったかいですか。こいでるとあったかいというか少し暑くなってきました。声だけでも言ってるのかな。あ、言ってますね。できるのか。それルート作るときにも参照したいな。あのルートラボとかで、でもそれはどうやってんだろう。でも動いてると汗かくでしょ。寒くても作るときは表示したいから無理。作るとき表示したい。電波ないところ華麗に避けるルート。でもそれでルート変えるのはどちらかというと私の目的の場合は本末転倒かな。何よりも行きたいところがメインなんで。林道とかの、さっきの車、そろそろ電波復活します。え、今ないエリアからまたあるところに出ようとしてるんですかね。でもそれは本当に今ここのその日のは助かるな。
見てる人がもう電波ないところだっていうのが分かるんで、そんな便利機能がついてたなんて。そこでも私の方でもパソコンのブラウザで、あ、マザー牧場か、パソコンブラウザで表示させれば確認できますね、リアルタイムに現場で。まあ本当に電波ないところは地図見られないんだけど、地図レイヤーだと右上の方に表示されるボックスですかね。その辺はとっくにプラスエリアです。あ、プラスエリア、じゃあ映像も行ってますかね。この先ちょっとショートカットして登ることになるはずです。マザー牧場の近くまで、でマザー牧場の前を横切って、で林道を少し下っていく感じだったかな。あれ何タンクなんだろう。GPS ライブかな。21世紀って便利なんですね。21世紀なってから久しいな。21世紀になったのは一昔前ですよね。10年一昔前だから。晴れてくれんかな。うん。朝の雲に。お。マザー牧場まであと少し。あれ。私がショートカットに使おうとしている道が。バツ印になってる。この10年のパソコンやネットの普及はすごいよね。ですね。なんて書いてあるんだ。あ、福音狭しか。福音狭しは願ってもない。キラキラウィンターファーム。千葉には21世紀なんとかという恥ずかしい公園があります。恥ずかしい。あ、カノータ林道だ。今日の目的の林道の1個目です。ただ勾配結構急じゃなかったかな。ノートパソコン、ネットブックの普及ですね。ネットブック今日か、あれ21日じゃなかったっけ。おはようございます。あ、おはようございます。暖かいですか。千葉は曇っててあんまり暖かくないです。今走ってるから高いけど。ああ、林道ですね。で、確かこっちの林道は電波ないんじゃなかったかな。あるのかな。マザー牧場、ウサギどうだったかな。なんか馬に乗ってた覚えしかない、マザー牧場。動物いましたっけ、他に。ロボさんの温かさが伝わってきます。その温かさが私のいかにも林道って林道ですね。でも全然登ってない、ま、逆に緩く下ってるんですけど。ああ、マザーいたっけ。マザーはいるかもしれない。単純にマザーっていうとなんかエリアのボスみたいですね。あれ登ってないな本当に。葉っぱが、まあでも結構綺麗にされてますよね。あ、なぜバスが、スマホがそうですね。マザーまであと2キロ。バスが通る道なのかこの林道。
林道バスが通ってるの初めて見たかもしれない。他にこんなとこあったっけ。はっきり林道入り口のあの標識もあったから間違いなく林道なのに。で、完全電波切れると放送終了はわかるか。とりあえずマザー牧場のあたりまで着いてから次は取ろう。ガラケーが駆逐されている。あ、まだ繋がってる。おつお疲れ様です。あ、今はちょっと回復したんだな。つづら折り地点をつつ、携帯は通話のみ、配信が終了しました。った。あ、でも今ここだったら繋がってるから撮ってもいいかな。通常配信の後枠取りは楽だし。ログアウトしました。再接続を開始します。あ、テンポ良くないか。切れてるっぽいな。やっぱり登ってからしよう。お、こんにちは。おお、結構この道はメジャーな道なのかな。ちょっとこの車の表情が良かったので、これ上はちょっと欠けてるだけか。あ、火が出てる。車も来た。地図で見たってほとんど分かんないような道なのに。おお。あれかな、カーナビがこの道を出すのかな。でも今の車はカーナビついて なかったっぽいし、モニターが見えなかった。あ、でもいい感じだな。もう一分よく撮ってみるか。いい景色。景色というか雰囲気かな、これは。絵的に綺麗というよりは、なんか柔らかい感じがする。行ってる。
枠が取れたよ。もう一遍フル FML やってみるか。再接続に成功しました。うん。和骨？いや、あんまり良くないな。でもやってみよう。繋がった。転送速度は、良くないな。ダメですね。来てもこれ一瞬ですね。通常発信にしよう。ロボさん来た。オッケー。これで。まだ音量が反応しないな。上りが全然出てない。通常、はい、進で、また変化ミスった。さきに、おさっきのとは違う人かな。進みます。先に進みます。よし。コメント欄がそうなりないけど、音と映像は言ってなさそうな待機ですね。待機というか転送速度かな。維新が低い。維新が、予約枠は、電波がキレキレのとこだと予約取っても結局続けられないんで、一般枠でやってます。あ、そうだ、ゴーフがいつ切れてるか、この間詰まってたからな。点滅はしてるな。切れちゃうからしないんでしょう。そう、切れてしまうので。この先がつづら折りですね。トンネル？トンネル？真っ暗ってことか。まだ勾配きつくならないな。走るんでしょ、走るんで、いからく何なんだけど、山の影になってるのかな。道を入れないのか。真っ黒です。真っ黒ですか。よろしくないですね。まずは牧場まであと1キロ。
電波悪いな。カラスウリあれスタートできてないわけじゃないよな。あれこれかもしかして。うん、ショートカット林道中みたいロボさん、マラソンみたいに動きの少ないのより面白い。黒いの分かってんのかな。和骨高校は10区くらいで走るのかな。今ここで回線の帯域使い切ってるのか。電波ないところなの。電波はある。あーすごいな、楽が。まあさあ僕しょうまえで次はくとりますと。コメントもいかない生主コメントが届いてない。雰囲気はいい林道だけど妙に人というか車と自転車が多いな。今ここでロボさん確認できますよ。マナー牧場前で次は取ります。うなってる。来た。勝手にリロードしたけど同じ風景。わら。来た。来てる。あれ今行ってるんですかね。それで登り切って県道まで出てから次は取ります。もうすぐだけど。あでも次は取ってもまた電波ないな。なんでこんな掘られるのかな。どこでキューキュー鳴いてるのがいいじゃない。吠えられ芸を今やってるから電波があればもう盛り上がりまくるのに。これレースコースなのか、ロードの人たちの。まあ、ロードに限らないけど。今少し登ってますね。少しじゃない、結構登ってます。はーはー、声だけ聞こえる。犬聞こえた。さっき吠えられげ全開だったのに。あ、信号がある。あとは映像いってないんですよね。残念。犬ランクイン。囲まれてるというか、あの犬御殿があって。ロボさんペロペロ。ペロペロ。あ、サッカー。テンポ不安定だな。10時半で松田牧場か。まあまあ
犬の嗅覚は英語、野良犬のボスが狼だったという。狼か。変わった。まっすぐな。この通りが見えてるのか。なんか、大会みたいなのやってるのかな。紙芝居だと思います。マザー牧場って、もっと、なんか登るイメージがあったけど、こんぐらいだったっけ。動いた。さすがマザー牧場。雑談なんかあったっけ。どっちにしろコメントログで全部取得できてますけどね。あ、そうか、マザー牧場アヒルがいたな。アヒルだったかガチョウだったか。マザー乳牛センター。待ってる車、あとあったっけ今。あ、本当に入り口出るんだ。どて。これマザー牧場。マザー牧場に着いた。本当に入り口のところに出るんですね。さて、こっから、あれ？ちょっと待ってよ。予定だとこれまっすぐ突っ切る道があるんだけど、どう見てもないな。どういうこと？やっぱでももう枠終わりですよね。あれ？道が、ん？え、どれ？あれ、まだ12分あります。あ、じゃあこのまま行きますね。自転車件数。あれ、ちょっと待った。予定ルートの道がない。自転車こんなんです。見えますか？見えましたね。でも、通常配信だと、どんぐらいで映像がいくかわからないからな。あ、映ってますね。よし。立派なところですね。あれ、おかしいな。この信号からまっすぐ突き抜ける道があるんですけどね。地図上では面白い乗り物ありましたね。これはどうすれば。緑じゃない自転車だと。そう、緑じゃなくて今黒です。ブラック。ちょっと GPS 見ながら。今ここが一旦切れるとなかなか。かっけえや。自転車のことか。ポカリ？ここマザー牧場。ちょい待ち。今ここじゃ一旦切って、再起動して、接続と。あ、イベントありがとうございます。あれ？いつもと自転車違う。うん。いつもとって、もう数ヶ月経ちましたよ。半年経ちましたよ。ここだったら FM エリア復活できそうだけど、また林道に入ります。ただ林道入り口がない。どうなってる。ちょっと待ってくださいね。おかしいな。マザー牧場の 中の道になってる。気温は低め。緑のはフレームにひびが入っちゃってギチギチなるので危ないので。こんにちは。あ、いらっしゃいませ。あ、行けるか。私道だったとか指導。いや、でもなんかあの他の人の林道のルートラボのルート参考にしながら作ったんですけどね。ルート、あ、行けるか。これかな。ラブ1分くらいか。あ、1分ぐらいありますかね。これだろう、きっと。標高、うお、あれ、なんか全然違うな。なんで
少ないね。ラグテスト更新したらラグないよ。こっちじゃなくてあっちから行けばいいのか。この道行ったらなんかって別のとこ出そうですね。10秒。あ、じゃあ大丈夫ですね。じゃあちょっとこっちの地図で見るか。 Google マップの方で現在地、現在の走行距離は、走行距離15キロぐらいかな。初見です。あ、初見さんいらっしゃいませ。ちょっと待ちを。はずみさんいらっしゃいませ。どこにいるんだこれ。私有地に勝手に入って逮捕されるの。逮捕されないの。いや、されるかもしれないけど。どうしました。はい。あ、林道を入ろうと思って入り口探してたんですよ。そしたらなんか地図と全然違ってて。あ、が林道ですかね。あ、そうそう、可能。先に言っていただくと、はい、あのマザー牧場の事務所みたいな、あの今山の上にいるけど、優しい人来た。ある建物の上に林道の入り口で映っちゃってるんで。あ、そうなんですか。もともとこの辺にあったやつをうちが埋め立てちゃったんで。あ、それで道ないんですかこれ。埋め立てもらって、砂利道の方へグリッて U ターンしてもらったら、その下が林道に繋がってる。あ、じゃあそこから行けば入れますかね。ます。ありがとうございます。なんか全然違うんでどうしようかと思って。そのままずっと来て城内来ちゃって。なるほど。地図が古いんですねこれ。ちょっと本当に5年前に変わったんで、ね、あ、そうなんですか。ありがとうございます。助かった。うちがって言われてたことはマザー牧場の方なんですね今の人は。で、これかこのところに入るんですね。4,5 年前か。そう、あのどうしましたっていうのは明らかに、あの私の状況分かってましたね今の人は。マザー牧場の人が教えてくれました。マザー社長。で、うちがなんか、あの埋め立てって言われてたかな、なんか造成しちゃったらしくて道が違うらしいですね。助かった。ちょっと戻ってから別の道行こうかと思ってましたよ今。これが加納山林道かな、高郷林道かな。5年間昨日もなんか車がこっちから上がってきたって言われてましたね。そう、4,5 年前って言われてましたね。あ、まだ加納山林道っていうか、え、これが起点。さっきの1号線とは違うのか。うん、あ、でもちょっと下れば分かりましたね。そうそう、あのここまで来てしまえば地図の道と合ってる。ただなかなかその下りだと踏み出せないんですよね。人気の、本当にそうかもしれないですね。というわけで皆さんもこちらに林道に走りに来た時にはお気をつけてください。確かここから先はあの下ったり上ったりの繰り返しだったはずです。ここはしばらくは下りかな。で、寒い、やっぱりちょっとグローブ細かすぎるかもしれんけど、一旦冷えるとすぐに体全体が冷える感じがするんで。あ、今使ったのは Google マップと、あと GPS に入れてるのはあの Yahoo の地図です。 Google の方はなんか表示が遅くて確認できませんでした。お、 SC さんいらっしゃいませ。あ、なんだ、カラカラ言ってんの。あれ、今カラカラ、あ、これか。なんかそうなんですよね。いつもこれが後ろがもう、これ切って外しとく。安全第一。やっと。そう、安全第一で。下りの、今日はですね、さっきのとこ、マザー牧場が一番のピークだったと思います。ただ一番高いところに来たから、あとは楽かっていうとそうじゃなくて、上り下りを。ん、お昼は、ですね、どっかで、ちゃんぽん作ろうと思ってるんですけどね、ちゃんぽん的なもの、野菜を炒めないちゃんぽん。教えてくれるってことは人がそこそこ来るんだね。そこそこなんでしょうね。素掘りトンネルはまだ先かな。
千葉の林道といったら素彫りのトンネルだろうが。千葉っていうか暴走か。アップル、そうなんだ。ジョブズが言ってたっていつ？マップさんも持ってます。かくついて、ああ。山ビルがで有名になったのは神奈川の丹沢系の方ですね。丹沢山系。あ、そう、自炊は昼ご飯どっかで、お湯沸かして作ろうと思って。だって寒いじゃないですか。あと店があんまりないかなと思って。多分は探せばあるんでしょうけどね。ホトチリン、この辺り気をつけないと、うっすらと苔が生えてるところがある。で、昨日の雨のせいか、湿ってるところがあるんで、うっかりブレーキかけると滑るかもしれない。今日は亀山湖行かないです。助っ人が、さっきの、あ、そうそう、クッカーだな、あれ。クッカー持ってきてます。あと10分。これも多分電波切れると思います。次はこの林道出てからだからどこだっけ。地図表示は120メートル。千枚田は、千枚田も今日は行かないです。これ左登っていくと造成地みたいなところかな。なんかいかにも住宅ありそうな道の。で、多分これ右ですね。で、そうなると砂利道かな。あ、そうでもないや。一応舗装路だ。こっちの道だ。右の方だ。ちゃんと舗装でした。ただだいぶ林道度がアップしましたね。林道の雰囲気が。あ、ん ?30?インチとタイヤサイズかな。32インチじゃないや、 32C っていう太さのタイヤですけど。ノコギリ山ってあるよね。うん、ノコギリ山ありますね。日本寺だっけ、あそこ。おはようございます。おお、いい感じ。標識今のとこなかったですね。あと結構苔すごいな。これだとちゃんと日が出てて暖かければいいんですけどね。この先トンネルがあるのかな。あ、素彫りのトンネルかな。素彫りっぽくないな。あ、普通のトンネルだ。この道はですね、房総半島と林道っていう検索で見つけました。林道まとめてるサイトが必ずあると思って、そしたら昔行ったことがあるサイトだった。でもまだ暴走っぽくないな。このトンネル普通のトンネルですね。うん、木がなんか上に渡されてますね。あそこをタヌキとかが通るんだな。天板おばさんが。ヒップバッグはまあ多少重いですね。ノートパソコンとバッテリーが入ってるから足して1キロぐらいかな。うん、自転車どのくらいの重さなの。自転車は11キロあったかな、本体だけだったら。そんぐらいの重さです。さすがに電波切れますよね。トンネルってすごい。あ、繋がってる。というわけでトンネル1個クリア。やっぱ止まりましたよね。おう、でいいよ。いや、まだこのトンネルは壁面がデコボコしてないから趣的にまだまだ。うん、この3が可能性はあるな。あ、お疲れ様ってことはまだ、あ、まだてかもう枠終わりますかね。よいしょ。なのか、よし。ワープった。うん。天井から出た。あと5分。おお、って言っても多分これ、後ろから GoPro の、この GoPro でも
明暗差には弱いからまともに映ってないだろうな。あ、おお、ちょっと山、だいぶ山っぽいですねここは。まあ登ってきたから山だけど。乗り疲れたの、お疲れ様です。お疲れ様です。誰も通行しないのも怖い。通行しないのも、でもこういうのもいいもんですよ。そしたらこういうのを想定してきてます。今日は孤独の林道。孤独の林道、全くだ。綺麗な林道、そこそこは登ってますね。でも300メートルまで来てないかな、標高は。今の標高は200メートルぐらいですね。タヌキもあんまり 見られないんですよね。私はカモシカを見たい、ちゃんと。こういう道走ると、クモの巣だらけにならない。こんなところ、クモの巣だらけ、いや、そこまであの、広い幅のクモの巣はないと思うので。あ、今ここ、そう、さっき、林道。あ、はあ、あ、なんか気温が低い中下ってるから眠気がまた。なぜか私は寒い中を、寒いところを峠を下ると眠くなってくるので非常にやばいです。らしくなってきたな。らしいですよね。てかよく電波あるな。昼飯はウリ坊ですね。ウリ坊、あれ、イノシシネタ、 あれ天城峠か。よく電波ありますね。私は一番眠くなっちゃいけない時に眠くなりますからね。林道ダンスしようぜ。林道ダンス、リンボーダンスのことか。6億円、畑やぶ、電波に逆切れ、電波に、よっと。まだ下るな。うん、なんで同じところ、電波よくあるね。確か電波ない道じゃなかったっけ、ここは。同じところ、わら、竹やぶ、この辺にねえかな。竹やぶ、オクラホマ。そういや、同じとこぐるぐるで竹やぶと言ったら、あの、虫師っていう漫画とアニメにそういう話ありましたよね。漫画版の方もあの話はあるのかな。アニメの方も見てたけど、虫師。あれは全話見れてないから見たいな。漫画好きなの？漫画、私が見たのは虫師はアニメの方ですけどね。ウプスイチ、ピンチになったら牧場のおじさまが助けに来てくれるよ。牧場の、そうそう、これ車で対向車来たらすれ違うのが大変。すれ違うの、いやいや、まだこんなもん大丈夫ですよ。ヤビス峠の裏ヤビスに比べれば。で、予約枠は取らずに一般枠取ってます。いつ切れてもいいように、いつ切れてももったいなくないように。予約枠取って途中で延長の時に電波なくて失敗しようとなるとやたらせるんですよ。そんな100円ぐらいとは思いながらも。切れてないっすよ、見晴らし。まだ切れてない、すごいな。ヤギツ峠って自動車が落ちてる残骸があるとこ。残骸ありましたっけ。そう、先週は本当に暖かかった。うん、今日は泊まり今日は泊まります。虫師匠はなんか終わり方がしみじみしてますよね。しみじみだったりちょっと怖かったり。オタクですね。ああいうの大好きですね。オタクですかね。オツでした。オタクかもしれない。最近萌えアニメも見てるし、萌え戦士アニメも見てるし。あ、もう終わった。お疲れ様です。お、落ち葉がいい感じ。昼飯中継多分やると思います。電波があるとこで、あの、いい場所があれば。あ、お疲れ様です。そろそろ下り終わったかな。ロボさんが燃えるんですか。燃えるんですか。おつ、燃やしますか。有田焼は燃やしますか。いや、もうちょっとなんか顎がしゃくれた感じで言わなきゃダメかな。有田焼は燃やしますか。こんなんだっけ。
ふう、少し温まれる、また登れば。あ、でもいいな、ここ。ロスタイムか。我々お元気。これは、うわっと、紅葉の時期は最高ですね、多分。今でもまだ少し残ってる、モミジが、モミジっていうか赤い、赤と黄色が。ああ、この道いいな、本当に。いいですねって、まだ映像来てるんですか。終わりましたね。よし、枠取ろう。はあ、はあ、うん。ここでまだしばらくありますね。で、どうした？枠が。あ、表示されてる。あー、なんかピシが重い。再利用で。もう寒い。うん。おそう。2時間5分か。わっ。電波かな、これ遅すぎる。枠を移す。
そばの。そうそう、いらっしゃいませ。枠をつやで。おは。枠をつ。開始ボタンが押せない。再生続く。ダメだな。FMLE の方でやってみるか。到底無理っぽいけど。どうかな。つながってはいるけど転送速度は170、170、ダメだ。FMLE だと厳しいですね。あの通常配信のなぜか放送開始まであと4分っていうのが毎回表示されるんで、通常配信でスタートができないみたいですね。なのでちょっとあの FMLE でキレキレですけど行きます、しばらく。豆ライブ会はもう出てないのかな、新しいバージョンは。とりあえず走らないと体がだいぶ冷えてきた。下手に近いな。おはようございます。ちょっとちょっとだけですよね。ショーはしない。電波良くないですね。熱波ギプシみたいですね。通常発信に切り替えできるかな。開演まであと20秒。とりあえず通常発信にしよう。配信へ、やった。通常配信へ。よし、なんとかしなきゃいかんな、これは。で、今通常配信にしました。残り時間29分50秒と出てるけど、これ間違ってますよね。少なくとも最初ぐらいは少し音と映像がいったと思いますって言ってる。これはもう
行ってないかもしれない。おかえりなさい。なんとか通常配信でやります。オッケー。大丈夫ですかねって。多分大丈夫じゃないですよね。声だけか、下手したら声も言ってないか。あれ、まだ下ってる。そろそろ厳しそうですね。次に林道抜けるとこまでは厳しそうですね。カクカクでも来てれば十分。この林道は確か途中は、あ、声言ってます。途中はもう本当に電波なかったと思うんで、コーヒータイムに。本当にコーヒー持ってくればよかったな。750ml の水買ってきちゃったから、ちゃんぽんがだけではちょっと水が余ってしまう。あ、そうだ、スープか、スープを持ってきたんだった。なんだっけ、オニオンなんとかスープ。なんかいつのツーリングで買ったか覚えてないんですけど、一応賞味期限内の箱がぺたんこに潰れたやつがあるんで、それどっかで飲むかな。いらっしゃいませ。まあどっちにしろ電波あるところでやった方がいいかな。せっかく自炊するんだから、それ人に見せびらかさないと意味がない。お湯か、茶湯ですね、茶湯。なあ、今日晴れるんじゃなかったんですか。曇ってますよ。日が照らなくて寒い。アップダウンが、ちょっとずつありますね。左右。それは左右。お、水が。のどかでいい。のどかですよね。日が出てるやな。日が出てるもっと綺麗なのに。これは暴走だから下、もう凍らないのかな、冬の間ずっと。なんかつららとかそういうのあんまり見ない気がする。まあ標高も低いしな。寒い時の白湯は美味しいよ。そうですか。なんかの鳴き声が聞こえる。イノシシでそう。声。ここは羽田空港近いから、飛行機の音だけはしょっちゅうしてます。おお。やっぱ日本はいいな。日本は、まあ、私海外行ったこと、海外で走ったことないから比べられないんですけど。やっぱりこういうとこはいいな。羽田？そうですね、羽田空港がの飛行機が旋回するところ、飛行機がよく旋回してる場所なのでって、寒さで口が。あ、成田の方かな。成田よりはまだここだったら羽田の方がだいぶ近いですよね。成田もそうですかね。加納山トンネル。トンネルがひらがなだ。珍しいな。あれ、振り仮名ってことかな。加納山トンネルってひらがなで書いてあります。ここは羽田の航路。羽田のですよね。この切り通しかもちょっといいな。こういうところにはやかしものが出ますね。内房は羽田の方が近いでしょ。内房はですよね。ツアーの手で連絡したら存在してなかった。九州から羽田に至ると暴走の上で旋回するな。暴走ですよね。一番注意だ。
チワに、オチワの下に隠れてる何かに注意ですね。よくあるのはオチワの下にでかい石が隠れてて、それでバランス崩して転倒するっていう、まあそれで結構な怪我した人がいますから、あの擦り傷がひどくて、だいぶ血が出てたもんな。あ、これはチソウの露出かな。房総半島はあのあちこちこういうとこあります。今ここ今見た、そんな下にいたので、うん、救急車来れませんね。救急車はそうですね、まあでも今あ電話できそうですね。ここでもまだコメントが来てるってことはデータ通信ができてるから、おそらく通話もつながるはず。うわー下り寒い。振動は多いですか？ん？振動っていうのはブルブルの振動の方かな。それどの観点からだろう。カメラの観点からかな。もう少しあの話題を特定してください。そうか、あ、映りましたか。おお。久しぶりです。あ、久しぶりの人いらっしゃいませ。これはきつい坂道で。この辺りはですね、あの道作ったりするときに削るとだいたいこういう地層が出るんじゃないですかね、おそらくは。あの林道の切り通しとかだと必ずこうなってますね。これはいい地層は多分さっきの一つ目の地層の方のコメントですよね。この辺古代は海だもんね。あ、海ででしたっけ、なったんだっけ。でしたっけっていうのはそもそもその時代知ってるわけないんだけど。おう。地学者にはご希望だ。うん、地学者にはああ。やばい、寒いと眠くなる。といってもちろん寝られる寒さではないんですけどね。下るなあ。あ、もうすぐ国道に出ますね。じゃあ一応電波はコメントだけとはいえ繋がりっぱなしだったのか。はあ、また引っこけた。眠うございます。寒い中下ると眠くなる。エヴァでは海に沈むね。エヴァでは海に沈む。おーおーおお、結構泥が、これで国道の下抜けるのか。眠れ。あの下ってる途中にスピード出てる時に眠ったりしたら最悪ですね。で林道がまた終わって、あ、まだ終わってないか。ここからもうちょっとぐるっと回り込んでから国道に戻るのかな。これ上通ってるのが国道です。国道何号だろう。そう、今日はあの列車の中での眠りこけ方が尋常じゃなかったです。朝臨行してくる時の列車の中での寝方が本当になんか気がついたらもうついてるっていうパターンばっかりでした。40何分間乗車っていうのが 3×3 ぐらいあったんですけどね。いや違う、前半が20分乗車、30分乗車で40分の乗り換え3回できましたけど。国道の下抜ける、メガ初期乗り換え、うん、無徳で走りたい。クロスバイクですけどね。やばいやばい、本当に眠くなってる。で左かな。この先崩落落石の危険があったので関係者で通行禁止します。
でもこれ左引かないと国道出られないな。腹が立つことを考えてアドレナリン分泌させよう。腹が立つ、これ行かざるを得ない。寒いと眠くなるよね。ちょっとすみません、自己責任で通らさせていただきます。何かあっても自分で責任取りますので。ここは簡単に抜けられるんですけど、その先が意外とちゃんと端っこまできっちり。ああ、計画やってないですね。よいしょ。まあ真ん中これ下くぐればいいか。簡単か。右でも、あ、行けます。右行ったら、ああ、出られますね。本当だ、小さい雲が。本当はいけますね。どうすっかな。でもこの先1個トンネル迂回できるしな。やっぱトンネル迂回する方向でこっち行きます。おっとっとっと、椅子が引っかかった。折りたたみ椅子が。すいません、まあ距離もそんなないと思うんで、この先は本当は危なそうだったら戻ります。この車の手話手話、朝日のあれはどうなってるんでしょうね。おお、荒れてるな。なかなか荒れてらっしゃる。ねえ、ちょっとこれ見えない。なかなかに整備されていませんね。4VOR と書いて4。バンクフラグ、補修も整備もしなくなったから、しなくなった感じみたい。ああ、みたいですね。このまま廃道になるところなのかな。ここで自炊しちゃえば。自炊、ああ、できそうですね。落石注意。そう、この辺、この乗り面も多分もう整備されなくなってるだろうから。隠れ場感。クロスでよかった。クロスで、そうですね、今日の林道はこのタイヤだったらいけるだろうと思って。でも砂利道はそんなにないと思いますけどね。落石ですか。横浜買い出し機構という漫画を思い出した。買い出し機構、あれ友達がそれ好きらしいんですけど、私読んだことないんですよ。ハンターの人もこういうとこいっぱい通ってるよね。道、ああ、でしょうね。こんなとこに電波あんのか、笑。電波、確かにそうですよね。俺も好きだ、あの漫画。買い出す機構、私読んだことは本当にないんですよ。お、このエリアなんだ。なんか廃道っぽいところの割には木を植えたばっかりみたいな。木は衰退しましたってやつを見たことないですよ。林業じゃないの。林業、単純に木材として育ててるんですかね。眠いわ、ロボさんは気をつけてね。登り始めて少し眠気は収まりました。やっぱり寒い中下ると尋常じゃなく眠くなる。誰も来ないからここでおやつ食べる。おやつ、あー、なんか甘いもん買ってくれよかったな。甘いもんとコーヒーか紅茶でもあれば優雅なのに。そう、自炊しやすそうなとこですね。自炊、あ、でもテーブル状のものがなんかあるのが一番自炊的にはいいんですけどね。おはようございます。あ、おはようございます。道路のど真ん中で休憩しちゃうぞ。折りたたみ椅子は持ってきてるけど、
手ぶらさすがにないので、あと日が出てくれないと、お湯沸くの待ってる間に寒い思いしそうです。道路真ん中でティータイムやりましょう。道路で寝れそう。ティータイム本当寝ててもまあ引かれる確率は低いですよね。ここだけ削ったんだろうな。あ、さっきのあの植林されてる平らなとこですかね。現地調達でキノコか何か食べてみませんか。キノコは判定難しいらしいから。テントは持ってきてないです、うん、今日は民宿止まりです。夕食はなんか豪華っぽいですよ。小原、ひらがなの小原と書く小原荘で検索してみてください。多分すぐ出ると思う。国道に出た。うん、民宿は昨日の夜のうちに予約しておきました。山がある。山があるでも確かに輪行とかしてると駅でよく見ますね。若い女性だ、ヒャッハーとか思いますね。予定ルートだとこの先に道が、あれ、いや、もう国道沿いでいいのか。というわけでこのトンネルを回避するために私はぐるっと回ってきました。あんまり意味なかったな。でもいい道だった。